っとぶり。今回もインペラトルローマ実況していきたいと思います。前回は、セレウス帝。あれ、セレウコス朝。いやね、私の無学さで混乱が起きたところに、日本語かモッドに上乗せで地名国名人名日本語化があると情報をいただいてね。SALAUCIDEMPIRA を翻訳検索かけたらセレウス帝国と出てさ、そのまま使っちゃったんだよね。ほんと英語訳をするときに困ってたから、この日本語化は助かる限りだな。いつも、翻訳入れても出てこない国名とか、ほんと困ってたからね。これで、編集時の国名翻訳から解放されるのか。少しだけ編集速度が上がりそうで嬉しい限りだよ。で、前回は変更点を説明しつつ、アトロパテネに進行したところまで。今のところ、分裂させず、反乱起こさせずでなんとか維持できてはいるのかな。このペースを保ちつつ、アレクサンドロス大王の帝国を再興していきたいと思ってるよ。あと、動画内ではセレウス帝国改めセレウコス朝で行くけど、タイトルは今更変更するのも面倒なのでセレウス帝国で行かせていただくよ。少し適当なことかもしれないけど、まあ、初志貫徹ということで行こうかなと。このチャンネルは見ていただいてる方の指摘や情報で成り立ってるので、間違いなどはかなりあると理解してもらえればほんと助かります。もう少し考察や考えればいいんだけど、そんなのを霊夢に求めちゃダメってことで、今回も頑張っていこう。で、教えていただいた情報を確認しつつ、で、まずは蛮族系。全部でと8個もあるタグの一つに蛮族情報があるんだよな。そうすると、蛮族が発生する場所と確率が表示されるわけで。今だと、まさに蛮族が発生してる右下の数字が高いな。逆に、発生確率の上がらない左下では蛮族が発生したことはないんだよね。文明度が上昇すると発生確率が下がるのか。だから、上げていきたいんだけど、人、宗教の同化を優先してるせいで進めれてないんだよね。なんか、マウリア朝が買収してるって書いてあるんだけど。ってことは、この蛮族はマウリア朝の回し者ってこと？どうなんだろ。こんなこともできるようになったのかな？で、蛮族の旗から蛮族との外交画面に行けたよ。へえ、蛮族を懐柔することもできるのか。みたいだねー。蛮族を定住させたり、土地上げたり、降伏の要求で、一番下に買収があるね。思いのほか、選択肢が広がってるけど、どうするの？悩んだ末、お金もあるし、買収してみようと思うよ。どれくらいのお金を要求してくるのかな？どうかな？400円も要求するのか。今の所持金が1462円だから、払えなくもないけど。高いなぁ。でも、討伐するだけの部隊が近くにいるかという。いないんだよなぁ。ここは、お金で解決しよう。じゃあ、400円払ってー。あとは返事待ち。で、無事蛮族の買収に成功。まあ、こういう対処の仕方もありかな。そういえば、国名だけじゃなく地名まで日本語化されてるんだな。最初に地名まで、と言ったけど、ここまで全て日本語化されてるのはすごいねー。英語は、なあ。で、現在のセレウコス朝の状況は、マケドニアの種族グループがもう少しで 30% 超え。ほぼ全ての州で同化を進めてるからねー。宗教は、まだ 13.5% 程度か。種族グループの同化を優先してて、宗教的同化は後回しになってるからね。頑張って内政してたら、やっと侵略的拡大がゼロに。戦争だけ考えてた前作までが懐かしいな。本当にねー、侵略的拡大を50以内に抑えておけばいい程度にしか考えてなかったからね。というわけで、またアトロパテネに進行。すでに請求権は偽造済み。
同盟国は、アルメリアにアルバニアは前回までで、今回はさらに北にあるイベリアという国が同盟に参加してるね。少し多いけど、まあ、前回も勝てたしな。だねー、それに必要以上に獲得するつもりはないから、ある程度の勝ちでいいしね。じゃあ、宣戦布告よ。やっぱ、戦争しなきゃなー。戦争が全てじゃないけどさ。相変わらず国境で待機させてた部隊を前進させていくよ。侵略的拡大だけじゃなく、戦争疲弊も少なく終わらせたいんだよな。そう、戦争疲弊1あたり、都市の不穏度が1上がるからね。で、その戦争疲弊は20まで上限、があるんだよな。え、帝国の請求権が消えた。まさか。あ、セレウコスさんを亡くなり。そうみたいだね、初代が亡くなっちゃったのか。地味に人名も日本語化してて、わかりやすいけど。初代が。まあ、二代目もそれなりに優秀だから問題はないわず。それよりも安定度重低下の方が痛い。ああ、補正が全てマイナスか。また増やしていくしかないねー。で、代替わりしても戦争が終わるわけじゃなく、どんどん進行していくよ。あ、そう、さっき途中だった戦争否定。怖いからやる予定もないけど、20まで溜まると不穏度が20も上がるってことなんだよね。間違いなく、すべての州の忠誠度が下がる気がする。下がりきるまで何やってもダメだろうけど、下がる前に何か起きるだろうね。なんとか、によりは高くならないように頑張っていきたいとは思ってるよ。で、戦争の方は順調かな。まだ敵部隊が現れてないからねー。この山ばっかりの地帯も早く抜けたい感じがする。そうだねー、攻める場合も守る場合も簡単そうに見えて、応援しづらいからね。と、思ってたらアルメニア軍が現れた。1万、2000対1万、4000か、勝てなくもなさそうだけど。砦が落ちて見えないけど、士気の低下が激しかったような。編成がまずいのか、指揮官の軍事が低いのか。敗北。倍近く損害出してか、あまり良くないな。今度はほぼ同数、いけるわず。が、援軍のせいで戦況が。即終了。この戦争の後、少し編成考え直そうかな。で、神出鬼没状態のアルメニア連合軍に狙われるセレウス将軍。で、3連敗。負け続けて頭に来たので、西の守りを担当してた部隊を動員。数が少ないけど、まず一勝。で、迎撃するためアルメリア連合軍が出現。アトロパテネ軍が逃げたけど、アルメリア軍をまず撃破。逃げたわずのアトロパテネ軍を迎撃してー。そこにアルメリア軍が参戦してー。見事勝利。これで戦争の潮目が変わりー。ほぼアトロパテネ領を占領し、そのままアルメリア領へ進行。あの戦い以降、反撃はないんだよなー。もう諦めたのかなー。アトロパテネ領を全土占領したのでー。和平タイムー。今回取るのは3つの州。取ろうと思えばもう少しいけるけど。今で侵略的拡大が14、これ以上上げるのは危険すぎるねー。あとは賠償金ももらってー。これで和平。で、現在のセレウコス朝。現在のマケドニアグループは約 40% まで上昇、もう少しで全人口の半分を達成予定。宗教の方はまだ 15% を超えた程度。数字はミスで取れてないけど、今後は宗教の同化も力を入れていかなきゃないかなと思ってるよ。刑事の効果量も上げていきたいしな。せめて、50% くらいの出力を確保したいと思ってるけどね。前回の戦争でアトロパテネは滅亡寸前なので、ここで矛先を変更。確認してみたら、アルメニアは現在同盟なし。さらに、
地方勢力と戦争中という好条件。ちなみに、カッパドキアがいつの間にかプリグアの支配下から外れてたので狙っていきたいと思ってるけどな。そろそろプリグア戦も視野に入れていかなきゃないしね。でも、その前にアルメニアを2、3回程度叩いて領土を削っておかなきゃないかな。じゃあ、まずは削り1回目。最近は請求権の偽造を先にやってしまってるので。適当な国境の州を選択して、宣戦布告。さあ、進行進行。アルメニア軍はいないはずだから、あとはスピード勝負。どんどん占領して。蛮族が現れて。領土が広いから仕方ないんだけど、蛮族への備えが少し重いんだよね。最近蛮族に負けることも出てきたからな。これだけ領土が広いと早く道路を作りたくてうずうずしちゃうよ。進行は進むよ。どこまでも首都目前まで来たけど、敵の抵抗は皆無。楽なのはいいけど、見どころが。また蛮族が。文明度が低いからなのか、なんか、前までと比べて蛮族発生率が上がってる気がする。オピダニアの時もそこまで蛮族が出た記憶はないからねー。で、首都攻略中だけど、戦勝点が溜まったのでもういいかな。じゃあ、和平タイム兵。今回も予定通り国境付近の3州を確保してー。いつも思うけどもう少し行きたいよな。私も思うけど、侵略的拡大が11も増えるからね。他は一つあたり10近く増えるからな。嫌がらせでお金を全て奪い取って。これでは平で。というわけで、今回はここまで。規模の割には進行速度が遅いのが気になっちゃうけど。そうだねー、もう少しガンガンいければいいんだけど、いろいろと問題が山積しててね。思いのほか収入も伸びないし、研究も進まなくて、いろんなのが滞ってるんだよね。大きいから楽とは言えないんだな。他のシミュレーション系だと大きくなったら飽きちゃうんだけど、このゲームは大きくなってからが勝負みたいなところはあるかな。蛮族も地味に脅威だよな。そういうお邪魔キャラ的なのもいるしねー。ただ、目標に向けて頑張らなきゃないし、時間制限もあるしね。じゃあ、今後のセレウコス朝の拡大をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。